どうもこんにちは、京子です。皆さんいつも動画を見ていただきありがとうございます。今回はアフィリエイトを難しいと感じてしまう人の特徴と解決策についてお話をしていきます。なぜこのテーマで動画を撮ろうかと思ったかと言いますと、このようなコメントやお問い合わせがたくさん私の元に来るんです。まだパソコンを持っていないし、アフィリエイトの仕組み自体も具体的に分かっていないんですが、アフィリエイトやブログを始めるのは難しいでしょうか。仕事ではある程度パソコンを使ってやっているんですが、実際にサイトを作ったり高度なことはできるんでしょうか。年齢が60歳を超えており、インターネットの知識があんまりないんですが、ついていけるんでしょうか。こういったコメントやお問い合わせが毎日私の元に届きます。そもそもこの動画を見てアフィリエイトっていう言葉を初めて聞いた方も見えるかと思います。私もインターネットでビジネスを始めた一番最初の頃って、アフィリエイトっていう言葉はもちろん知らなかったんです。でも自宅で何かパソコンを使って自分のスキルを身につけたり、お金稼ぐことできないのかなっていうふうに探した時にアフィリエイトに出会ったんですね。アフィリエイトっていう言葉単体で聞くと、なんかすごい難しいビジネスなのかなと思って、すごい高い障壁を感じたのを覚えています。ですので、まだインターネットもあまり触れないとか、まだパソコンを持っていない初心者の方っていうのは、すごく難しいビジネスなんじゃないかなって感じるんだと思います。パソコンをまだ持っていない方であれば、ドラッグ&ドロップって何とか、インストール何っていう感じだと思いますし、もちろんアフィリエイトを始めれば専門用語もたくさん出てきます。カタカナのような横文字がいっぱい出てきたら意味が分かんなくなっちゃいますよね。さあやろうと取り組んでみたのはいいんだけど、やったこともないことばかりなので、インプットばっかりで飽きてきてしまいます。もちろんこれはアフィリエイトに限らず、新しいことを始めるのであれば当然なんですけれども、こういった気持ちになってしまうのも分からなくもないんです。自宅でお金を稼ぎたいとか、パソコンを使って何かできないかなって考えた時に思ったことを気持ち一緒なので、すごくわかるんです。ですので今回の動画では、アフィリエイトを始めてみたいと思ってるんだけど、なんか高い壁を感じている方、そして実際にアフィリエイトに取り組んでいるんだけど心がもう折れてしまいそうな方、そのような方はこの動画を最後まで見ていただくことで、アフィリエイトを挫折してしまうポイントがわかり、難しいと思っていた障壁を抱かずに取り組むことができるはずです。私のチャンネルではアフィリエイトやブログに始まり、個人の戦闘力を高めるための方法などを高頻度で配信しております。今のうちに画面右下のチャンネル登録ボタンと通知をオンにしていただけますと、いち早く情報をキャッチできます。それでは始めていきましょう。今日はアフィリエイトを難しいと感じてしまう人の特徴を4つお伝えした後に、解決策を2つお話ししていきます。アフィリエイトは難しいビジネスなんでしょっていう、こう先入観がある方も見えるかと思いますので、最初にお話ししておきます。結論を先に言ってしまうんですが、アフィリエイトっていうビジネス自体はさほど難しいものではないです。アフィリエイトっていうビジネスは、何か資格を持っていないと始められないのでしょうか。別に何か資格が必要なわけではないんです。どこどこ大学卒ですっていう学歴などはアフィリエイトに必要でしょうか。学校を卒業する必要もありません。極論言ってしまうと、中卒でもいいし、高卒でもいいし、大卒でもいいし、どんな仕事をしていても、どこに住んでいても、性別も何も関係ありません。例えばあなたがどこかの駅前にラーメン屋を開店するとしたら、いくら開店資金が必要でしょうか。ちょっとイメージしてみてください。最低でも何百万、何千万かかると思います。しかしアフィリエイトというビジネスは、レンタルサーバー代に月1000円前後、独自ドメインは1年間で100円から1000円ぐらいで始められるんです。月に計算すると1000円から2000円前後で始めることができるんです。ということは、初期費用がほとんどかからないんですね。先ほどレンタルサーバーと独自ドメインというお話をしたんですけど、極論言ってしまうと、たったこれだけでアフィリエイトというビジネスを開始することができるんです。アフィリエイトというビジネスは、資格もいらなければ学歴も必要ない、そして準備資金も必要ないっていうのは分かったかと思います。じゃあアフィリエイトを始めるために何か準備期間っていうのは必要なんでしょうか。こういう質問も多いんですけれども、確かにアフィリエイトを始めるために準備するもの、準備物っていうのかな、そういうものは必要だと思います。しかしアフィリエイトを始めるための準備期間っていうのは必要ありません。パソコンとインターネット環境さえあれば、今日始めたいと思ったら準備期間0日で始めることができます。本当に簡単にアフィリエイトっていうのをね、説明してしまうと、自分の作ったサイトやブログに広告を貼るだけなんです。すごくシンプルな仕組みだっていうのがわかると思います。何か新しいことを始めるときって、これはアフィリエイトでなくても難しいって感じたりするのではないでしょうか。難しいと感じて、もうやりたくない、もう挫折してしまいそうだ、そんな気持ちになる時もあると思います。やっぱり人間、何でもこうあまりにキャパオーバーしすぎると挫折の原因になってしまうんですよね。人間が挫折してしまう原因って大きく分けると2つあるかなと思っていて、まず1つがやり方が間違っていること。で、2つ目がマインドができていないということだと思うんですね。どれだけ高い目標を掲げていたとしても、そのやり方自体が間違っていたらどうなるでしょうか。いつまで経っても稼ぐことはできないでしょうし、アフィリエイト自体が難しいと感じてしまうと思います。これはスポーツや勉強でも同じことが言えるのではないでしょうか。アフィリエイトをやり始めて、やってみるはいいんだけど、そもそもやっているやり方が古かったりとか、キーワード選定がそもそも根本から間違っていると。
違っていたり、ジャンル選定を誤ってしまったりとか、まあいろいろな原因が考えられるとは思うんですけど、自分が目標としているゴールに向かっていない状態で長時間取り組んだとしても、いつまで経っても稼ぐことはできないですね。もう根本のそもそも論の部分が間違っているから難易度が高いと感じるんだと思います。じゃあなぜアフィリエイトを難しいと感じてしまうのか、4つの特徴に分けてここからお話ししていきますね。特徴の一つ目は幻想を抱いている人です。この動画を見ている方の中でも、パソコンを使ってお金を稼ぐことは楽なことだと考えている方がいるのであれば、全くの間違いなので私がバサリ切らせていただきます。まあアフィリエイトっていうビジネスもパソコンを使ってビジネスを構築していくものになります。簡単にとか楽にとか手軽に、まあこんなイメージがついているのかもしれません。まあ、私のところにもよくこんなコメントや質問が来ます。記事を書くのが大変だからツール記事とかでたくさん記事を量産してサイトを量産すればいいんじゃないですかとか、パソコンを買うお金がないのでソファーに座りながらスマホ片手に稼げる方法はないですかとか、もう考えるのがめんどくさいから誰かが書いているものをコピペしてツイッターとかサイト動画に上げているんだけど稼げません。まあ今言ったことを全て根本から間違っています。自動ツールとかスパム的なやり方では今の時代到底稼げません。まあ、そこまで Google も甘くないですし、それは見ているユーザーの方もよくわかっていると思います。スマホでゴロゴロしながら何百万も稼げるなら世の中全員お金持ちです。まあ、Google だけではなくて、まあ、最近では視聴者の方とか閲覧者のリテラシーも高まってきていますよね。誰かの情報をコピペして発信したところで何も生み出しません。何を書いているかじゃなくて誰が書いているかが一番重要なんですね。私のこのチャンネルも人気になってきたのか、タイトルもサムネイルも内容も概要欄の内容も全てコピーコンテンツと思うような内容で投稿されている方もいます。まあ、そうなるとどうなるか、本人が一番損して稼げないんですよね。そこは Google もユーザーもよく分かっていると思います。簡単にとか楽にとか手軽にっていう幻想を捨て去って、ビジネスとして真正面から取り組むことが大事なのではないでしょうか。そして特徴の2つ目は問題解決能力がないです。今もうすでにアフィリエイトに取り組まれている方もいるかもしれません。実際にアフィリエイトを始めてみるとわからないことだらけだと思いますし、本当にやめてしまいたくなる時もあると思います。いざアフィリエイトを始めようと思ってドメインを取ってみようと思ってもドメインの取り方自体がわからない。キーワードを選んでみようと思ってもキーワード選定のやり方がそもそもわからない。じゃあ記事を書いてみようと思っても記事の書き方がわからない。ワードプレスの設定の仕方がわからない。こういった時あなたならどうしますか？自分のパートナーとか仲のいい友達がすでにアフィリエイトをやっていて結果を出しているのであれば、ちょっと教えてってすぐに聞けるので問題はないかもしれません。しかし基本的にアフィリエイトは一人で行うビジネスですし、自分で問題を解決していく能力がない人は淘汰されてしまいます。何かがわからないっていった状態になった時に検索をして答えを導き出せる、その能力がめちゃくちゃ大事なんですね。自分で問題を解決する能力があるっていうことは、実際に検索した人の気持ちがわかるということです。アフィリエイターっていうお仕事は、広告主さんの商品をユーザーさんに向けてどんな商品なのか、こう営業しているのと一緒ですよね。お客様の気持ちが分からなければもちろん記事も書けないでしょうし、商品も売れていかないと思うんです。ユーザーに寄り添った記事とかサイトを作れる人は生き残りますし、そうでない人は消えていきます。だってサイトは上位表示せずに稼げませんからね。問題解決能力がなさすぎて自分で検索する前に人に聞いてね、答えを得ようとする人もいます。まあ、こちらもね、実はアウトなんです。アフィリエイターとしてまず自分で検索して解決することがものすごく大事です。そして特徴の3つ目は自己責任の意識ができていないです。まあ、コメントをいただく中にもいろいろな種類があるんですけれども、まあ、こんなコメントもありますね。京子さんの動画を見てその通りにやったんだけど設定できません。京子さんの言った通りにやったんだけど稼げません。まあ、そういった方が時々見えます。まあ、コメントをいただくのはね、本当にありがたいんですけど、私がアドバイスするとしたら、自分のね、ビジネスっていう意識がなんか抜け落ちている感じがするんですよね。他力本願な人は自分の主導権を誰に預けているんでしょうか。例えば東大に入りたいと思って有名進学塾に入りました。だけど東大に合格できなかった。それは誰のせいでしょうか？講師のせいですか？有名進学塾のせいですか？全ての責任は自己責任なはずですよね。アフィリエイトをやろうと思ったのも自分ですし、どの情報を信じるかを決めるのも自分です。そして実行するか否かを決めるのも自分、改善するのも自分、成功するのも失敗するのも自分なんです。自己責任の意識がある人って自分でコントロールできないものにあんまり労力を使わないんですね。例えば他人とか過去とか失敗のことですね。今自分ができることにフォーカスする方が生産性は圧倒的に高いと分かっているからです。そして特徴の4つ目は継続ができない人です。
以前私はこのようなツイートをしたんですね。アフィリエイトは難しいですか？という質問を受けますが、答えは簡単で、難しくもないし、簡単でもないです。片手間で何百万も稼げるほど甘くもないし、医者や弁護士になるほど難しいわけではありませんね。一番の難関は続けることです。それが一番難しい。まあそうなんです。アフィリエイトで挫折する人の 90% はこの継続ができないからなんです。継続って簡単そうに見えて一番難しいんですよね。ちょっとね、根性論に聞こえちゃうかもしれないんですけど、アフィリエイトに一番大事なのはね、マインドです。マインドと継続と報酬ってセットなんです。マインドができていなければ継続はできませんし、継続しなくては報酬は出ないからなんです。まあただね、アフィリエイトって不確実な要素が多いですよね。これはアフィリエイトに限ったことではないかもしれないけど、例えば、いつ報酬が出るのか、いくらぐらい稼げるようになるのか、どれぐらいサイトを作れば稼げるのか、こういったことって神様でもないので分かりませんよね。その中で継続するのは相当な根性が必要です。なんか片手間で稼ごう、楽して稼ごう、まあ、こんな人はね、ここでドロップアウトしてしまいます。出口の見えないトンネルの中をね、ただひたすらこう歩いてね、明日も明後日も稼げるか分からない記事とかサイトを作り続けるのはね、どんなに難しいか想像ができます。アフィリエイトが難しいと、もう継続できない、挫折してしまいそうだ、そういった方のために解決策を2つこれからお話ししていきます。解決策の一つ目はベビーステップを踏むっていうことです。この継続ができない理由として圧倒的なのが稼げないからなんです。しかもいつ稼げるようになるかもわからない。動画の最初の方でもお話ししたと思いますが、挫折しやすい人の傾向としてやり方を間違えていて、最初から大きな金額を目標にしている人がいます。まああんまり知識もない初心者なのに青汁ジャンルを攻めてますとか、脱毛ジャンルを攻めてます。まあこういう人もいるんですね。こちらの動画でもお話ししているんですけど、年々アフィリエイトに取り組むべきジャンルとか姿勢っていうのは変わってきてるんですね。これは登山初心者の人が突然エベレストに登るようなものです。何にもトレーニングしていないのにエベレストなんて登れますか？私だったらね、絶対にできないと思います。もしエベレストに挑戦するとしても、まずはね、その辺にある小さい山から挑戦します。私のね、この YouTube だったりオフィシャルブログを見てアフィリエイトに挑戦してくれる人がいることね、すごく嬉しく思っています。だからこそ絶対に結果を出してほしいと思っていますし、難しいと思って挫折しないでほしいんです。ですので、私が運営する副業の学校サイトアフィリエイト講座の方では、アフィリエイトの最小単位のペラサイト手法を基礎基本として指導しています。早い人では全くの初心者でも10日ほどで初報酬を上げています。このやったことに対して結果が出るっていうのを繰り返していくたびにスキルアップして継続できるようになります。ベビーステップはモチベーションが枯渇してしまってギブアップする一歩手前よりも、やる気に満ち溢れている早い段階で踏んでいくことをお勧めしています。解決策の2つ目は、稼いでいる人に教えてもらうということです。まあ、新しいことを始めるんですから、最初はインプットですね。もう情報を頭の中に入れるっていう作業に恐ろしいほどの時間がかかります。もちろんその間は無報酬ですよね。その段階を割とスキップできるのが誰かに教わることだと私は思うんです。世の中にはアフィリエイトに関する情報が山のようにあります。もちろん有益なものもありますし、そうでないものもあります。果たしてその住み分けとかソースの真偽を確かめる手段が初心者の方にあるでしょうか？私が初心者だった時のことを思い出すと、その手段はなかったように思うんです。だから詐欺のようなものにもあったこともあります。今まで無価値と思えるような情報にいくらお金を払ったかも計り知れません。しかしね、今はいろんな出来事を経験してきたり、知識もついてきたんで、情報の積み上げとかソースの真偽を確かめる目を持つことができているんですね。だから今私は勉強のためにいろいろなものに投資しますが、失敗しなくなりました。ゼロベースの初心者の方がそこに時間を割くことは継続することへの障壁でしかないように思うんですね。友達とか家族とか腹の割った話をできる人に教わるのはね、本当は一番いいんですよ。しかしなかなかね、周りでアフィリエイトしている人っていないんですよね。まあ、そんな時に教わる手段としては、教材を購入してみたり、セミナーに参加したり、スクールに参加したり、個人コンサルを受けるとか、いろいろな方法がありますよね。弊社では副業の学校をサービスとして展開していますが、弊社以外にもね、優秀な指導者はたくさんいます。自分に合ったメンターを見つけると稼げるようになるまで一番近道になるかと思います。まあ、それではこの動画のまとめをしていきましょうか。アフィリエイト自体はそんなに難しいビジネスではないと私は思います。自分で問題解決する努力をする、これはアフィリエイターの必須スキルです。自己責任の意識を持つ、これはアフィリエイトとか関係なく大人として当然です。早い段階でベビーステップを踏む、これは結果継続することができます。しっかりとしたビジネスだと認識して、早い段階で成功体験を積むことで継続することが可能になります。まあ何度も言っているんですけれども、正しいやり方で継続することさえできれば稼げるのがアフィリエイトです。というわけで、このあたりで動画を終わりにしていこうかと思います。私のチャンネルではこのようにアフィリエイトやブログに始まり、個人で稼ぐ力、会社に依存したい生活の方法なんかを発信しております。動画の中でも紹介がありましたが、副業の学校というサービスを展開しております。すべての講座はオンラインで学習することができます。在宅で IT スキルを磨きたいという方は概要欄にリンクを貼っておりますので、ぜひご覧ください。
そして LINE アットの方では、ウェブライティングの基礎講座という PDF を無料でプレゼントしております。ライティング能力に自信のない方は一度登録してみて、見てみてくださいね。そしてこちらの SNS の方でも、YouTube でお話ししていない内容をつぶやいたりしていますので、ぜひフォローもよろしくお願いいたします。また別の動画でお会いしましょう。